どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズとじゃん。はい、また登場していただきました。ハニーさんでございます。はいはい。まあまあこの2人がこんな感じでね、週末大体このパターンだけど2週間に1回ぐらいね、夫婦でセッションって感じでやってる、ね、もう今や恒例となりましてですね、はい、いつもリビングルームでね、こんな感じで2人でこうハモったりいろんな曲をやってるんで、まあまあこれをシェアしようかということでこう始まったこのシリーズなんですけど、もう結構な曲数になってます。ここに今までの、ね、夫婦でセッションのねプレイリスト貼っておくんで、ちょっと見ていただくと、まあ、いろんな名曲やってますからね、うん、また僕たちと一緒にセッションしていただければと思います。コードと歌詞を出しておきますんでね、はい、今回ちょっとねメロディーソロも弾いちゃうんで、その辺のタブーもちょっと出しておこうかな、可能であれば、はい、可能であればっていうか可能でじゃあ出しておきます、はいはい、で今日のテーマソングまだ言ってなかったね、はい、今日は皆さん日本人の心にぐっさりとくるあの曲いきましょう。せーの、ふるさと、童謡のふるさとです。うさぎおいしい、あのゆっくりね。で、あとでね、このレッスン動画のシェアとかするんですけど、ひとまずね、一緒に、皆さんのセッションしてまいりましょう。あ、そうだ、皆さん、ウクレレ私もやってみたいな、楽しそうだな、面白そうだなと思った方、ぜひ始めてください。今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube ではですね、もう本当に何にも楽器のこと分かんない方でも、あっという間に弾けるプログラムがあります。ここにリンク貼っとくんでね、ぜひぜひ音楽一緒に始めましょう。それじゃあ、やってみるよ。はい、じゃあ、夫婦でセッション、はい、ふるさと、やってみる。ワン、ツー、スリー、ワン。Two, three. いやー、ふるさと感動しちゃうね。感動しちゃう。
熱くなっちゃう自分のねこうふるさとを ねこう思い浮かべながら、そして今ね私たちが住んでるとこ結構あの田舎なんか外眺めると ねなんかねすごいなんかこうキュッときちゃう、ね、ぜひ皆さんこれゆっくり、あもう僕たちとねもうセッションしてもらうのもいいかもね、ハモってますからね私、そうそうそう、あの皆さん出演率を歌っていただいて、ね、これね今年ねやっぱこのコロちゃんが、あの騒いでるんでなかなかねふるさと帰れね、帰りたいけど帰れない方がいいかなという方、まあ僕もそうだもんね、そんなことを思いながらふるさと思いっきり歌っていきましょう。このふるさとの濃厚レッスン動画実はついこの間あのアップロードしているんですよ、ここにリンク貼っておきますのでちょっと皆さんもあのご覧になってくださって一緒にねまたここに戻ってきてもらってね、セッションしていきましょう、はい、まあまあこんな感じでね、家族とこうふるさとを歌うとかなかなかいいですよ、もうキュンときちゃうよね、なんか、はい、皆さんもぜひ音楽ね、こんな感じで楽しんでいくのもね、はい、いいと思います。これはもう本当に簡単ですから ねもう本当なんかだからそういう心で歌うっていうのかな、これも体感できます。この曲をねもうじっくり歌っていきましょう、はい、あとねおじいちゃんとかおばあちゃんとか世代を超えてね、一緒に歌えるっていうのもいいかなというふうに思います、はい、音楽は聴くよりやっぱりある方がいいということでございます、まあ、引き続きガズレレ YouTube チャンネルではですね、まあ、楽しいね音楽自分できるような方法の動画をまた上げていきます。でねもういろんな情報があるんでもうほんとホームページ見てください、ガズレレ .com ね、はい、でまあハニーさんもねいろいろあのなんだこのストラップとか作ってくれて、フェルケートっていうねチャンネル、はい、YouTube チャンネルやってるんですよね、うん、はい、フェルケートのリンクもここに貼っとこう、 あのハニーさん、小杖さんねのチャンネルでね、なんか今いろいろねあのウクレレのこともやったりね、今車の運転練習してるんですよ、ジムに、ね、はい、そんなこともね動画にアップロードされてます、はい、ということで、はい、引き続きこう楽しい音楽生活皆さん繰り広げてまいりましょう。それじゃあねバイバーイ、さよなら。